9月23日プロフェッショナルシュート後楽園ホール大会、男木王者レジェンドを迎撃。魂の打ち合いを制し環太平洋王者となった東馬に挑戦状を叩きつけたのは、復活のレジェンドリオン・タケシ。かつてその拳で2度の世界王座をつかんだリオンは、魂の殴り合いに触発された。新旧の拳対決、制するのは果たして。他の決定カードはこちら、平川智也 VS 根津雄太、タイソン信光 VS 田中優、魚井フルスイング VS 土屋大輝、そして激闘王石橋啓太、若きグラップラー早人も参戦。9月23日絶対激闘の好勝負が並ぶプロフェッショナルシュートをお見逃しなく。